ゲーム再開です。キーパーの権田、長いボールです。オセフン、セル、ディサロ、右に流れて中山、ディサロ、ディサロのボール2回目のブレイク明け、交代出場のディサロが仕上げました。これで0対4です。清水エスパルス。